こんにちは。動画の方をご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、少子高齢化がかなり問題になってますけども、それと同時に、地方自治体がどんどんなくなっていく。ひいては、2040年には、鳥取と島根がもしかしたらなくなるかもしれないっていうニュースね。これ以前お話したと思いますけども、実はね、秋田とか青森とか和歌山も、なくなる都道府県の候補に上がってるんですよ。で、今回、 2050年の未来からちょっとした動画の方が届いてますので、こちらの方で紹介したいと思います。ご覧ください。えまずはね、1枚目のシートですけども、これ、札幌の時計台が映ってますよね。そして、文字は何て書いてます東京都札幌市って書いてますね。まあ、つまり、札幌が東京都に編入されてしまったっていう未来をね、ここに暗示してるんですね。で、次を見てみましょうか。 次は京都です京都府がこれも府が廃止になって東京都京都市になってしまいましたねえー、同じ住民票で行ったり来たりできるってことですねでさらにですね東京都富士山市そうなんですよ静岡の富士あの辺りも東京都に編入されるということで一体これはねどういうことなのかってことなんですよ ちなみに夜8時24分というふうに出てますね。最後の1枚なんですけども、2050年、道府県、つまり東京都以外はすでに破綻しましたということで、日本という国がね、東京都一つになってしまったという、まあそんな感じですね。確かに東京都は財政的には黒字ですしね。もしかしたら他の都道府県も合併し得るのかもしれませんが、 さすがに47都道府県が全てなくなって東京都1個になってしまうっていうのはなかなか味わい深い未来かなと思っております。皆さんどのようにお感じでしょうかそれではさようなら。